それは実現不可能とされてきた。はじめは彼の簡単な思いつきから始まった。しかしいつしかそれは彼の意志を超越し、さらなる恐怖を生み出すこととなった。家も家族も失った彼はひたすら研究に没頭した。10秒だ、たった10秒だぞ。すべての歯車が噛み合ったとき、彼の運命は動き出す。そして変えようのない現実が彼を襲う。史上最高のスケールでお送りする恐怖と興奮がここに。これ何よりも毛のなさの悲惨さが半端ないんですけど、今までで一番消えないっすよ。多分後で自分で見てがっかりすると思いますよ。シャンプーマイヘア。君は自分の頭皮と向き合う覚悟はあるか。俺ってなりますよ。気がない。先発機どうですか。先発機は悲しみを増幅させる装置だった。痛い、足も痛いし。危ねえ、ふらふらじゃないですか。目回るんすよ。目回ったんすか、中で。そうっすね、なんか頭も下にずっとしてたんで、そうですね、悲しみを増幅させる装置でした。だから気づかなかったんですか。はい、気づきませんでした。こんなざまだったの俺。そうなんすよ。Hey, you should do subscribe me. Who are you? I'm Nambo. お疲れ様です。お疲れ様です。これをお願いします。何？100時間、寝ないで少してもらいます。